いらっしゃいませ。ありがとうございました。おっと、ごめんね、急いでいるんだ。募金お願いします。弟が病気で手術にお金が必要なんです。両親は？手術のお金が必要だから、お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに、恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは私と違って見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、えらいな、お嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私、めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。店の前に行くぞ。あ、はい。待った。
すまねえ。ありがとうございます。はい、そうか。いいぜ。
お、もう、ありがとうございます。ボコボコにしてやるぜ。ビビってんのか。どうしようかな。やあ。100万年早くだったぜ。よし、そこのお前。何見てんですか。はい。頑張ります。舐めないでくれる。やってみよう。私の番です。ほら来いよ。出ますかね。聞いてないじゃねえ。俺の番だな。よっしゃ、時間あるな。腰が張るぜ。ねえ。おい。お？くそ。ねえ。え？アクロス。ほら、上がってこいよ。どうしようかな。とりゃ。やめるな。おい。Ah.
よう、めぐみ。浮かない顔だが、なんかあったのか。あ、春日さん。あのね、いつもあそこでお金集めてた人たち、最近来ないんだ。ああ、そうか。お嬢ちゃん、ちょっといい？あ、募金のお姉さんとお兄さん。弟のために頑張りなさいよ。それじゃ。そういうことだから。じゃあ。ありがとな。今日も頑張ってるのね。募金してもいいかしら。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ俺はもう行くぜ。頑張れよ。はい。募金か。あまり深く考えたことなかったが、これからどこかで見かけたらまたやってみるか。本当に必要なやつかどうかよく見極めねえとな。お疲れ様です、春日社長。おいおい、それやめてくれよ。普通に今まで通り接してくれって。ん？あ、さようですか。ではお言葉に甘えて。やあ春日君。お前まだここに通うのか？ああ、資格取得は就活のためだけじゃない、自分を磨くためのものだからね。ライフワークだし、就活がどうなろうと辞めるつもりはないよ。それに愛する人もいるしね。ん？イカリさん、何か言いましたか？いや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 、ノープロブレム、ノーコメント、ノースピーキング。ん？それに僕がここにいた方が春日君も便利だろ。資格のことについて聞けなくなったら困るだろうし。おう、助かるぜ。じゃあこれからもサポートよろしくな。言われなくてもそうするさ。ダチを助けるのは当たり前だろ。おう。
やあ、新入り。買い物か。新入り、たくさん買ってけよ。よ、新入り、たくさん買ってけよ。いらっしゃい。ありがとうね。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとな。
覚悟しろよ。どうしようかな。ほら来いよ。見せてやる。ほら絶対負けない。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとうな。
やっと見つけたぜ。任務完了。開けてみるか。やったぜ。ここにいたかい。任務完了。やっと見つけたぜ。
ご利用ありがとうございました。ここにいたかい。またのご利用お待ちしてます。開けてみるか。開いたぜ。やっと見つけたぜ。
任務完了。就让我们頑張ります。してみろ。よし。とっておき。痛みないな顔で。俺の番だな。よっしゃ。
それが必要なんだろう。ご利用ありがとうございました。こいつでよかったか。またのご利用お待ちしてます。これが必要なんだろう。任務完了。よう、新入り、たくさん買ってけよ。
いつでよかったか。またのご利用お待ちしてます。これが必要なんだろう。ご利用ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。開けてみるか。やったぜ。
それでは。いらっしゃい。ありがとうよ。いらっしゃい。ありがとな。いらっしゃい。ありがとうな。おっと。
いらっしゃい。ありがとうよ。ありがとうございました。